ジョン・ホワイト・ギアリーは、アメリカ合衆国の弁護士、政治家であり、南北戦争の時は、北軍の将軍だった。カリフォルニア州サンフランシスコの最後のアルカルでかつ、初代市長となり、その後カンザス巡州とペンシルベニア州の知事を務めた。ギアリーは、ペンシルベニア州、ウェストモアランド郡のマウントプレザント近くで、鉄器製造業者活。 校長のリチャード・ギアリーとメリーランド州出身のマーガレット・ホワイトの夫妻の息子として生まれた。14歳の時からキャノンズバーグのジェファーソン大学に通い土木工学と法律を勉強したが、その父の死去のために卒業前に退学を強いられ、父の夫妻も引き継いだ。その保ッ卓球州の測量士や土地投機家など様々な職業を経験し、学習を稼いで大学に戻り、 1841年に卒業した。アレゲニー・ポーテージ鉄道で建設技師として働いた。1843年、マーガレット・アン・ローガンと結婚し、夫妻には数人の息子が生まれたが、マーガレットは1853年に死んだ。ギアリーは、その後1858年に、ペンシルベニア州カーライルで未亡人だった、メアリー・チャーチ・ヘンダーソンと再婚した。 ギアリーは10代の時から、州民兵隊で活動し、米国戦争が始まった時は、第2ペンシュルベニア不評連隊に入隊して、中佐を務めた。チャプルティペクの戦いで、英雄的にその連隊を率い、その過程で5度負傷した。ギアリーは、敵の銃撃の格好の目標にされた。当時としては、体格が大きく、身長は6フィート6インチ、体重は260ポンドあり、 がっしりした体つきだった。その軍歴の中では少なくとも10回は負傷した。ベレンゲートでの功績で大佐に昇進し、戦争の英雄として故郷に帰った。ギアリーは西部に移動して、1849年1月22日にジェームズ・ポーク大統領からサンフランシスコの郵便局長に指名され、1850年にはカリフォルニアが州になる前のサンフランシスコのアルカルデとなり、 さらに初代市長となった。現在でもサンフランシスコの歴史の中で最も若い市長となっている。妻の健康が衰えたために1852年にペンシルベニア州に戻った。妻が死んだ後フランクリン・ピアース大統領がギアリーをユタ順州の知事に指名しようとしたがギアリーが辞退した。ギアリーは1856年1月31日に ピアース大統領からのカンザス巡州知事指名を受け入れた。奴隷制を擁護する集団がギアリーに反対し、その代わりに知事代行のダニエル・ウッドソンやイリノイ州の政治家で測量長官のジョン・カルフーンを支持した。ギアリーは新しい職に対する準備で1ヶ月を過ごしてから巡州に向かった。ミシシッピ川を遡っている時に船がミズーリ州グラス号に入り、 たまたま最近クビになったばかりの前知事ウィルソン・シャノンと出会った。二人は当時起こっていた血を流すカンザス危機について短時間議論した。ギアリーはその前にミズーリ州知事のスターリング・プライスと会っており、プライスは自由州支持者ならばミズーリ州内を安全に通過できると約束した。ギアリーは9月9日にカンザスのレブンワーストリレに到着し、 翌日、順州とルコンプトンに行って、カンザスの最も若い知事に就任した。ギアリーは、以前の政府における統治経験によって、順州内に平和をもたらすことができると考えたが、暴力沙汰を止めることができなかった。最初の演説で聴衆に向かって、私はいかなる党派も、いかなる派閥も、北部も、南部も、東部も、西部も知ろうとは思わない。 カンザスと私の軍を除いて何も、と告げた。ギアリーは、当時あったカンザス民兵隊を解体し、新しい州民兵隊を組織し、秩序を保つために、連邦軍に大きく依存した。10月17日から順州内の20日間の準優を開始し、住民の意見を得るために、どこでも立ち止まって話しかけた。ギアリーは、中立的平和調停者として努力したにもかかわらず、 奴隷制擁護派の議会と対立した。ミズーリ州のボーダー・ラフィアンズと呼ばれる武装大部隊がローレンスに向かい再度街町を焼こうとしているのを止めさせた。さらに、ルコンプトン憲法制定会議への代議員を選出する法案に拒否権を発動した。この法案は憲法案がアメリカ合衆国議会に批准を求めて提出される。 前の住民投票を省略することになっていた。しかし、議会は、その拒否権も覆した。ギアリーは、バーモント州議会が1856年から1857年にかけての厳しい冬をやり過ごす助けになると送ってくれた2万ドルを送り返したことで、自由州支持者たちを怒らせもした。ギアリーはその編書で、ここには、疑いもなく、苦しみがある。 過去の混乱と現在の極端に寒い気候の結果として。しかし、おそらくは他の巡州あるいは合衆国のどの州でも存在するようなものはないと記した。当初ギアリーはカンザスの奴隷制廃止論者たちから受け取った提案をひどく意味嫌った。しかし1856年の大統領選挙の時までにその立場を一転させ、チャールズ・ウェル・ロビンソンや サミュエル・ポメロイと親しい友人になっていた。さらに、奴隷制擁語集団を全く信用せず、ピアース大統領に宛てた手紙で、順州内の貧困について、彼らを非難していた。ギアリーは、アメリカ合衆国上院に送るカンザスの代表について民主党の推薦を拒否するところまで行った。その代わりに自由州支持者たちと共同して、自由州として、トピカ憲法に従い、 カンザスがアメリカ合衆国に加盟する計画を暗出した。この案では彼自身が民主党政権の知事となっていた。アメリカ合衆国議会ではこの案に対する支持が得られなかった。ギアリーは間もなくその施設秘書ジョン・ギホン博士が奴隷制洋語ラフィアンズに襲われた後で身の危険を感じるようになった。当時の大統領当選者、ジェームズ・ブキャナンに辞任状を提出したが、 再指名されるものと予測もしていた。ブッキャナンはその代わりに3月12日に3月20日付でギアリーを解雇した。ギアリーの順守に対する退任挨拶では、彼がその職を求めたわけではなく、決して望ましいものではないと述べた。さらに、最近順守をかき回している問題の大半は、その福祉のために、特別の興味もない者たちによって起こされている。 実際の市民の大半は保守的であり、報道とび平和を愛する人々であり、それによって、遵州全体を苦しめることになるその権利全体に、固執するよりも和解と、その結果としての平和のために犠牲となることを選ぶと、付け加えた。ギアリーは、銃で武装し夜の間に遵州を離れて、3月21日にワシントン DC に戻った。その後多くの大衆集会で、 カンザスの危険な状況について語った。ギアリーは、カンザス巡州に平和をもたらすことをしなかったが、その知性で就任前よりもより平和な状態にした。ギアリーは、ペンシルベニアの農場に戻り、再婚した。南北戦争が始まった時、ギアリーは、第147及び、第28ペンシルベニア不評連隊を立ち上げ、第28連隊の大佐になった。 ポトマック川上流の地区軍を指揮し、1862年3月8日には、バージニア州リースバーグ近くで負傷し捕虜になったが、即座に捕虜交換の対象となり、任務に復した。その後、巡将に昇進し、ナサニエルバンクス少将の軍団で一個旅団を指揮し、南軍ストーンウォール、ジャクソン将軍に対抗して、バレー方面作戦を戦った。その旅団は6月遅くには、 ジョン・ポープ少将のバージニア軍に合流した。ギアリーはこの部隊を率いて8月9日のシーダーさんの戦いに参戦し、腕と足に重傷を負った。10月15日に師団長として任務に戻り、この時はポトマック軍の一部となるヘンリー・ w スローカム少将の指揮する第12軍団に組み入れられた。ギアリーの師団はチャンセラーズ・ビルの戦いで激しく戦い、 千八百六十三年五月三日に、その頭上を過ぎた砲弾で倒され意識を失った。ゲティスバーグの戦いでは、スローカムの軍団が、初日の戦闘が下火になった後に到着し、北軍前線の左右翼にあたるカルプスヒルで防御的人地を敷いた。二日目、北軍の左翼で激しい戦いが起こって、援軍を要求してきたので、ギアリーは、ジョージ・エス・グリーン准将の一行旅団を、 カルプスヒルに残し、すでに出発しつつあった他の手段に従いていくよう命令された。ギアリーはボルティモアパイクの南で先行する手段を見失い、不可解にも完全に戦場から遠ざかってしまい、最後はロッククリークに着いた。その2行旅団はその夜9時までにカルプスヒルに帰り着いたが、南軍の1個師団とグリーンの1個旅団の間で、 激しい銃撃戦が行われている最中だった。この当惑させる出来事は2つの点を除いて、ギアリーの評判を落とすところだった。つまり、ギアリーの次第が援軍に赴くはずだった左翼の戦闘は終わっていたので、必要とはされなかった。また、ポットマック軍指揮官、ジョージ・ミード少将と軍団長のスローカムとの間で、公式報告書の内容に関する議論があったために、 最終の注意はほとんど向けられなかった。第12軍団は、テネシー州チャタヌーガで、包囲されている北軍に合流するために、西部戦線に派遣された。ウォーハッチーの戦いでは、息子のエドワードが、ギアリーの腕の中で死に、怒り狂ったギアリーはその手段が勢力でははるかに、劣っていた戦闘に飛び込ませることになった。第3次チャタヌーガの戦いにおける、ルックアート山の戦闘。 アトランタ方面作戦の全体、シャーマン将軍の海への進軍及び、カロライナ方面作戦において、その手段式で結出した働きをした。ジョージア州サバンナの降伏を監督し、短期監視の軍政府長官を務め、そこで少々への名誉昇進を果たした。1866年選挙での反対党ポスター、ギアリーの対抗馬、ヒースタークライマーは、 白人市場主義を高慮に掲げて出馬した。右の黒人はギアリーに義してある。戦後、ギアリーは1867年から1873年まで共和党員としてペンシルベニア州知事を2期務めた。政治的独立者としての評判を確立し、鉄道に関する政治的影響力を攻撃し、多くの特別利益共有法案に拒否権を使った。 1873年2月8日、知事職を辞めて3週間足らずの時、ギアリーはペンシルベニア州ハリスバーグで幼児の息子に朝食を準備している時に心臓発作で倒れた。53歳だった。ギアリーはハリスバーグのマウントカルマ墓地に州の儀礼で葬られている。カンザス州、ギアリー軍は1889年にギアリーの栄誉を称えて改名された。 サンフランシスコ市の幹線道路であるギアリーブールバード、ペンシルベニア州ニューカンバーランドのギアリー通り、ペンシルベニア州とハリスバーグのギアリー通り、およびペンシルベニア州立大学イーストホールズにある学部制領の建物であるギアリーホールはそれぞれギアリーにちなんで名付けられた。ペンシルベニア州マウントプレザントの街の中心にはギアリーに捧げられた記念碑がある。 カンザス州ドニファン軍ギアリーもギアリーにちなんで名付けられたが、この町は1905年に存在しなくなった。2007年8月11日、ギアリーの栄誉を称える彫像が、ゲティスバーグ国立軍事公園のカルプスヒルで除幕された。ありがとうございます。